大丈夫大丈夫せーの e スポーツ何の集まり今日は e スポーツセンター帝のトークライブと e スポーツ事件簿やっていきます、はい、e スポーツ事件簿これいいね e スポーツ事件簿いいねプロライセンスとはとはじゃあ俺と伊沢さん聞く側にもありますかタイムリーすぎるだんまりで俺らもあんま喋れねえねえよくほらもうこういう方向になっちゃったじゃねえかやっぱりもう喋れねえほらかぶせるから最初だけね最初だけ元気最初だけ元気最初コール&レスポンスそうそうそうみんなでね雰囲気ね雰囲気ね一つになれましたよ一つになったまあ今日は、はい、まあ帝大将プラスアルファと告知させていただきましたけれども帝で去年何があったのかっていうのをまとめようと思ったんですけれども、はいはい、まあもう同じ話はもういいだろうと、はいはい、なので、はいはい、普通にやってない時の11月から1月までの事件法を1位から10位まで普通にやって、はいはいはい、で2017年の、ベストプレイヤー賞と、はい、インカム賞を発表した後、はいディズニーリーグとアキラの方でね新サム世界大会2017の、はい、感想戦なんぞをやっていっていければなと思ってますので、はい、どうかよろしくお願いいたします。配信見てる方お楽しみにということでね、はい、じゃあ右から自己紹介いきますか。はい、あ、俺か、うん、俺か、はい、元気な中年目指してます、電撃オンラインのルパン小島です。よろしくお願いします。いや、ルパンさん一応ほら、はい、明けましておめでとうじゃないですか、配信して。ああ、そうですね、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。じゃあ今年の抱負を一言。今年、今年はだから、頑張る。いつも通りね。いつも通り、頑張る、いつも通り。わかりました、ルパン小島、よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ久しぶり、久しぶり。はい、どうも、お久しぶりです。 e スポーツキャスターのゴーリーです。よろしくお願いします。肩書き、いいよ、肩書き、いいよ。旬だね、旬、旬です。すごい旬。今日はじゃあ久々ということで、はい、どっちの面するんですか。ケースバイケースよね。ケースバイケースで。ケースバイケース。そこは。じゃあコーリー、はい、今年の抱負を。今年はまあ e スポーツ頑張ります。はい。まあ、いやいいことだよ。いいことだよ。じゃあ左、はい。あ、どうも e スポーツキャスターのアキラです。お前嘘つけよ。おい、言っとけばなんか、ね、言っとけばなんかなとりあえずな大事だ、言うの大事重要かなって大事俺も言っとこ乗っとこうと思って、ええ、今流行りだから、まあ、乗っかった方がいい。そうそうそう、パワーワードだからな、ね、パワーワードパワーワード。じゃあアキラ今年の抱負を。まあ俺もあの e スポーツ頑張ろうかなと思って何をどれわかんない、なんかまあイートとかエロとかエロとかね、イートスポーツもあるし、エロもいろいろ頑張ってる。確かに、そうそうそう、わかりました。じゃあ勇者アーで有名なアキラです。よろしくお願いします。アキラさん、今年の抱負はね、はい、どうしよっかと思って、どうしよっか、やっぱり僕もやっぱり e スポーツ乗っかりたいんでやっぱりe スポーツセンター帝に名前を変えようか、変えようかと。若干金の匂い、若干金の匂いを感じて、我々元気に弱いので、そうなんですよ、弱いとこあるんで、まあそれはまあ嘘なんですけどまあお互いね一生懸命頑張れればいや、そうですね、そう思います。まあ昨日テレビ見ていただいた方ありがとうございました。あんな番組になってるとはね、いや、なんかそうね、つゆ知らず、あれみたいな、つゆ知らず、なんだライジン青木の目立ち方、かっこいい、あいつずいぶん出てましたね。いや、いいこと、いいこと言ってましたね、持ってってましたね、持ってってましたね、持ってってだいぶさ、持ってる人ってさ、うん、だってなんか普通の客でも注目されちゃうんだね。そうなんだよね。ふとみたくんもそういうとこ若干あるんだけど、ライジン青木もなんか持ってんだよ、持ってんだよな、すげえな、ね、営業職の営業職。ああ、そうですね。まあそんな感じの、帝の店長の池田です。よろしくお願いします。よし。じゃあ早速事件簿進めていきますか。はい、去年の11月から今年の1月までとなっておりますので、はい、どうかその旨よろしくお願いいたします。今回せっかくね、久しぶりにコーリーが、はいはいはい、コーリー主体でタイトルコールをお願いしたいなと。もうマジリッキーな全部ゲームの話、今回は。3ヶ月分ですから。そうだね、だってゲームゲームゲーム。11月、12月、1月だから。来いよ。来いよ。じゃあ e スポーツ事件簿。e スポーツ事件簿。e スポーツキャスターっぽく。やろうか。どういうどういうわかんない。
振っといて。ごめん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 。任せるわ。まあ行きましょう。はい、帝事件簿11月から1月号始めていきましょう。よっしゃ。さあそれでは早速行きましょう。第10位。なんだ。エチオピアが上手くなったぞ。これゲームのことだよね。ゲームのこと。いや、イートスポーツだよ。イートスポーツ高田のバーバーは結構もう包丁に味変読んでる方だったら分かると思うんですけど、もう完全にカレー戦争。怒ってるな。まあ、カレー戦争ですね。うん、まあ、なんだっけ。ブラザー、ね、エチオピア、日野屋。はいはいはい、いろいろありますね。いろいろあとスープカレー屋とかもあるんですけど、はい、でまあ老舗なんですよ、エチオピアっていうカレー屋が。まあちょっと早稲田の方で歩くんですけど、三角から、はい、でたまにはエチオピア食うかと、で八丁に買ってきてもらったんですよ、はい、で何がいいですかって言うから、まあとりあえず全種類買ってこようみたいな感じでとりあえず全部だ。エチオピアって、はい、カレー屋があるんですけど、まあメニュー表を見ると70倍までしか辛くできないんですよ。はい、でもこれ隠しメニュー100倍って頼めるんですよ。はいはい、言えばやってくれますね。で全部100倍でっつって頼んで、で買ってきてもらって、まあいつものセイロガン臭いカレーだよね、でも久しぶりだからうまいだろうと思って食ったら、すげえうまくなってた。多分カレー戦争がエチオピアを変えた、はい、変えたそうやべえぞって、切磋琢磨して、そうなので、これみんなちょっとねエチオピアのカレーをぜひ食ってほしい。で一番のおすすめは、写真で後で見せますけど、野菜カレーです。これです。野菜、この野菜が非常にこうパワーアップしているというか、ブロッコリーがちょっと揚げてあるみたいな。おお、なるほど。でなんとなく野菜って書いてあるとプラスマイナスゼロ感あるじゃないですか。カレーだけどね。これもうマイナスまであります。マイナスです。マイナス、ヘルシー、ヘルシー、食えば食うほど痩せていく。だ米も野菜だからさ。なるほど。マイナスだよこれで。マイナス、マイナス、きた、さすが。なのでみんな食ってくださいで終わるとつまんないので、一つ面白いエピソードがあって、はい、僕お茶の本当にエチオピアってこのカレー屋好きで、お茶の水の店舗昔からあるんですけど、はい、あそこと、はい、まあ、ババ結構通ってるタイプな口なんですよ、うん、で一回嫁さんと食いに行ったら、隣で社長、エチオピアの社長が急に座って、はい、で記者が来て、なんとその飲食のなんかその雑誌かネットかメディアかわかんないけど、うん、その開発者インタビューみたいなのが始まるんですよ。食ってる横でたまたま言わせたんですか。すげえ。たまたま言わせて、でそのインタビューの内容というのを食いながらチラチラ聞いてたんだけど、でそもそもエチオピアっていう店舗の名前から教えてほしいみたいな感じで、そうなんですよね、エチオピアにカレーないんですよとか言ってないんだって。ないんだ。そうで、なんでエチオピアなんですかってさ、もともとねここ喫茶店だったんだって。あ、先代の社長、そのインタビュー受けてる社長の親父がやってる、うん、その喫茶店が発端だったと。はい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 、でそのまあカレーはまあインドだとかなんか分かんないですけど、まあいろんなとこあるんですけど、はい、でその喫茶店の中でカレーを出そうかっていう話になって作られたのが発端なんだって。でそれを作ってこだわってるうちに、うん、まあ、その当時その本場のスパイスをこうカレーに出し入れて出すっていう文化があまり日本なかったらしいんですけど、うん、70年代の話なんだけど、うん、それを入れたら、まあ、すごいお客さんに気に入ってもらって、うん、でだったらカレー屋にしちゃうかっていうところから、うん、まあ、カレー屋になったという経緯があるわけですよね。コーヒーがもうなくなってカレー屋に商売買いしていったと、はい、だからそもそもでも店名は変えなかった。エチオピアにはカレーはないんですよ。なのでそれがたまたま聞けたっていう話なんですけど、でこれを e スポーツに当てはめるというあります。大丈夫、いや当てはめてよ、頼むよ、頼むよ、当てはめてよ、頼むよ。大丈夫ですか。期待してる。そもそもストリートファイター5ははい、ストリートファイターという87年に出た格闘ゲーム、はい、まあ、ストリートファイター2で90年のストリートファイター2で全国的に世界的に広まった、まあ、格闘ゲームなわけじゃないですか。はい、で、まあ、そもそもゲームセンターのコンテンツなんだよね。はい、ゲームセンターから発信されていたコンテンツ、まあ、ゲームセンターはいろんなジャンルのゲームがあって、その中の一つとして、まあ、カレーを出す、はい、ストッツーという格闘ゲームというジャンルが生まれたわけだよな。で、e スポーツっていうのは、はい、その逆なんだよな。カレー屋になっちゃった、その格闘ゲーム屋みたいな。なるほど、はい、ね、捉えていただければなと。だから僕は違う、よたがい頑張りましょうって言った話につながっていく。なるほどね。まあそれがうまくいけばいいと思うし、うん、いや僕だったら喫茶店のままにしました。
あいろんなメニュー置けるじゃないですか、はいはいはい、コーヒーもあるし、ピラフも置けるしね、ナポリタンも置けるし、ナポリタンも置ける、目玉焼きとか置けるじゃないですか、ミートソースも置ける、うん、なので僕はそういうつもりで、うん、まあ、この間のトークライブに出たっていう話をまた後でしたいと思うので、なるほど、とりあえず第10位、はい、エチオピアうまくなったんで食いに行ってください。すごい。もう本当今日もう ゲームのネタしかないね。ないですね。全然ゲームのネタしかない。ゲームのネタしかないです、はい、じゃあ続いていきましょう。第9位、なんだカレー、カレー、あ、違う、コーリーが帝の宣伝を、おー、すごい、嘘だろ、ことじゃないですか。コーリーこの間あの TBS ラジオ、はい、出ました出ました、e スポーツキャスターとして赤坂まで行ったの、赤坂まで行った、12回、そうですね、12回 ?9 回 ?9 回か9回9回の e スポーツキャスター12回コンビニだ、まあ、なんだかんだでこう去年から去年ぐらいから途中から、はい、なんかノリで面白いかなと思って e スポーツキャスターを名乗ってみたんですけども、ノリだったんだ、そうね、1年間、まあ、今回久々に会った感じなんですけど、どうですか、たまに、そしたら、うん、やっぱりね、e スポーツキャスターって名乗ってると何人かこう騙され、いや違う、お前何人か、お前じゃない、氷気をつけた方がいいよ、何人かこうね、あ、e スポーツキャスターなんだって言っていろいろこう話を振ってくれる方がいらっしゃって、ほんで e スポーツキャスターに話を聞こうとか、うん、e スポーツキャスターにゲームの実況のなんたらかんたらを聞こうみたいないう話で、で何だったっけな、もともと今東京アニメ声優専門学校っていうとこで e スポーツの学校あるじゃないですか、あ、はい、あ、はいはい、あそこで、あそこで授業やってるんですよ、ほうほうほう、で、あそこの授業を実況基礎っていうタイトルで、ただ普通にまあ学生にゲームの大会をやってわっはーって遊ぶだけの、ソニックの数数えさせて、そうそう、そういう本当にアキラ、一緒に適当に、そんなにいっぱい出せる子いないですけどね、プレイヤーね、そんなんやったりとかしてたら、そしたらそこに取材でそう TBS ラジオが来て授業を見たいと、でなんか何だったっけ、番組が興味あるっていうなんか番組で、はい、いろんなその TBS のキャスター局アナさんが、うんうん、いろんなものに興味を持って、で、ね、いろんなことに挑戦していこう、挑戦するとっていう、はいはいはい、例えばだから他のゲストで言うと、なんだろう、プロレスを知りたいって言ってスーパーササダンゴマシーンさんが、ゲスト来たりとか、はいはいはい、そういう感じでいろんな人が来てる中で、うん、なぜか e スポーツキャスターで、はいはい、で呼ばれて、うん、でその実況を、うん、e スポーツ実況を、うん、そのTBS の局アナに教えてほしいみたいな、ああ、なるほど、すごい、そういう話 で先生みたいなことだ、そうそう、で、ね、e スポーツキャスターとは何ですかみたいな話で呼ばれて、はいはいはい、なんて答えたの、いやもう分かんないっすよ、だって分かんないっすよ、その肩書きで来た人が分かんないよ、誰も分かんないじゃん、だからもうその直前でいろいろ聞きましたよ、あ、なるほどね、 e スポーツ、だって番組のコーナー名が、うん、e スポーツキャスターに聞く実況の極意とはみたいな、はい、で俺も知りてえよみたいな、俺も知りたいわ、そんなの極められたらね、そうそうそう、お前ずっと食ってくるもんな、ね、本当に、だからそのね、出る直前ぐらいの時にツイッターで聞きましたもんね、ええ、e スポーツキャス、実況の極意って何ですかみたいな教えてくれそれ本番前のツイッター、キューボ、キューボって、あ、なるほどなるほど、急げた、急げた、で、まあ適当に教えて、まあ適当に教えてもらったわけじゃないですけど、いろいろまあ話も来たりとかして、はいはいはい、で、その中で結局なんですかね、まあこう結局番組蓋開けてみたら極意を教えるというか、こういう仕事があるんですよっていう話ですね、 e スポーツキャスターっていう仕事があるんですよっていう紹介と、で本気で局アナの人が e スポーツキャスターになりたいんですと、じゃあどうしたらいいんですかって言ったから、じゃあ帝に行きなさいって、そこで帝に行きなさい、そこで帝の宣伝、だから結局実践不明と、うん、やるんだったら実況実践踏めばいいじゃない、うん、で、うん、いいところあると、うん、毎日なんとそこでは毎日大会がやられてると、うん、やっていると、うん、でなんか配信もしてると、うん、そこに行ってねちょっと喋らせてもらいなさい、うん、っていうことで、で帝を紹介しちゃって、なるほどね、うん、で、まあ、帝本番中に帝を紹介して行った方がいいと、明日明後日ぐらいだったら何だったっけな、ね、FHD があってとか、なんか龍子やってる、龍子外伝やってるかなみたいな、ラジオで FHD とか龍子外伝って単語言ったあ、言ったんだ、あ、それはすごいね、それも結構事件だよ、言った、それ事件だね、それはすごいね、だいぶポカーンってなってたけど、なるだろうね、なんですかそれはみたいな、なんですか、すごい、そもそもそこから、うん、みたいな、ストリートファイター5ではないんですかそこには、龍子外伝みたいな、ストーリーは
できないんですかそこはみたいな。いや出てねっつってたの、ね、アーケードエディションじゃないですかっつって、うんうん、でミカドに紹介して、なるほどね、いやありがたいですけど、すごいすごい、まあ、その後の話がちょっとあって、ただ最終的に結果的に行ったのはあのストリートファイター5の対戦会に行ってましたけど、味方じゃねえじゃん。おい、やっぱそのやっぱ金の匂いだよね。タラなんだ。FHD ではあかんかった。あかんかった。金なんねえかい。金ねえ。ワーヒー2って言っとけよかった。ワーヒー2金なんねえか。そうかみたいな。ワーヒー2はいいや。あとさ、コーリーさ、ほら、はいはい、任天堂さんのあのスプラトゥーン甲子園とかの実況とかしかやってんじゃん。あの辺のなんかエピソード。いや俺1ってやってないじゃん、2からじゃん、2からだし、はい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 、本当に話が来てから勉強した方だったんで、なるほど、もう付け焼き場も付け焼き場なんですけども、ええ、あのスプラトゥーン甲子園ってなんか、やってんですけども、うん、見たことある人います？スプラトゥーン、あー、あの辺結構いるいる、ちょこちょこいる、ちょこちょこいる、ちょこちょこいる、コーリーファン、コーリーファン喋ってます、コーリーファンだね、うん、プレイボールって言ってますけど、プレイボール、プレイボール、プレイボール、甲子園なんで、そういうことだよね、甲子園なんで、試合開始の掛け声がそれも初期からプレイボール、ゲーム実況者の小島店員とかってことは違うんだよね、ではないです、あれ、ね、分かりにくい分かりにくいか、そうかそうか、ごめんごめん、うん、ごめん、で、びっくりしますよ、老若男女というか、子供多い、女子多い、女子多い、多い、キマギラさん喜んで、あのスプラトゥーンって余計だだってスプラトゥーンって4人でやるんですよ、あれね、4人で組んでやるんですけど、あ、チームでね、そうで4人チームが家族だったりするんですよ、お、すごい、あ、いい話だ、お父さんお母さん、うん、お兄ちゃん妹みたいなチームで出てきたりとか、いい、ね、かともすればおばあちゃんお父さんお母さん娘みたいな3世代みたいな、すごいすごいっすよ、すごいね、で、いろいろ他のゲームを見てみたら、うん、意外と女子いるんですね、あ、だから、はあはあはあ、なんだかんだで格ゲーだけだった、うん、女子があんまりない、女子いなかったの、野郎ばっかり、野郎ばっかりな、まあ、無さいもんな、ゲーセンのコミュニティはどうしてもな、ね、感動はいましたけども、うん、まあ、結局その1からやってるその司会陣に対して混ざっていくっていうプレッシャーはやっぱりあったりした、うん、あ、1、うん、1のその甲子園の頃からやって、いやでも司会人に対してというよりかはやっぱりユーザーの方ですよね、あ、結局その場に立って俺入っていいのかなみたいな、そう、まず、ね、まず受け入れられるかなっていう、あ、だって庶民ゲーム知らんじゃないですか、正直だから最低限をなんとか踏んで、でなんこなして頑張ってって感じなんで、うん、例えばあの小さいロゴ見て武器の名前が言えるかとか、はいはいはい、うん、今打たれた技は何なのかぐらいの知識で言ったんですけども、うん、だから最初の時とか結構予想しかった感じが、ああ、よそよそしい感じ、うん、感じが、まあ、だいぶこう打ち解けてきて、今はだいぶ、今は本当にあのずっとガンダムのネタ言ったりとか、ガンダなんか帝のこともほら俺結婚式の司会やったことある、そうそう、やりますよって、ゲームセンターで結婚式の司会やったことありますよみたいな、だからほぐれてきた感じだね、ほぐれてきて、はい、うん、しかもその結婚式は お兄さんとそう、片桐さんのシャンパンタワーもあったんですよみたいな、じゃあそれ俺も言っていいんだ、ええ、一緒にやってたもんね、やってた、あ、そっか、俺も言えるわ、うん、e スポーツキャスターとしてだね、言えるわ仕事の仕事一覧に載せとくわ、うん、結婚式の司会だんだんこう少しずつこうぶっ込めるようになってきた、そうそう、ああなるほどね、今だから今は本当におっさんには受けがいいっていう、なるほど、ね、子供は大丈夫、コーリーはさこう意識してる MC の人とかいるの、意識してる、うん、なんかあのこの人うまいなとかなんかとか、例えば俺なんかのイメージだと、まあ、ばあちゃん好きだからっていうのもあるけど、ほらセクシーさん、セクシー斎藤とか、あ、実況の人って話、あ、実況の人って話か、実況っていう話ですか、ではなく MC 的な感じ、安住アナ、安住アナ、安住アナ、TBS のあの安住紳一郎、あーなるほどね、団子カンカンとか、あの人丁寧でじゃないですか、そうね、丁寧なのに毒ないのに面白いじゃないですか、安住、ね、意外とぶっ込んでくるしなんですよね、そう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 、うん、あの辺のバランスは好きですけど、ね、あ、確かにあの人いいよね、その辺 ね、うん、あとはなんだろうな、あとはジョン・カビラさんとかあの辺好きですね、やっぱり あの辺の結局変なこと喋ってるけどなんかかっこいいなみたいな、まあ、独特の雰囲気あるしね、それがやっぱり e スポーツキャスターとして重要になって、 e スポーツキャスタージョン・カビラさんが e スポーツキャスターになったらちょっと脅威ですね、うん、なるほどね、うん、なるほどね、あの人ウイレで声出してなかったっけ、なんかやってなかったっけ、やってる、ね、あ、でもあれ台本なんで
こちらこちらライブだからちょいちょいもう今配信中だから。あ、そっか、そうだよ。まああのほら、たつきさんとか有名な人いるじゃないですか。すごいっすよね、あの辺は。ほら、仮面ライダーのシステムボイスやったりさ。そう、ありますね。ね、でも仮面ライダーのシステムボイスは夢ですね。うん、だからさ、将来的にさ、そこまで行こうよ。やりたいですね。だから今回バッキー小葉さんがやってるんですけども、あの人ラジオ DJ 出身の方で、うんうん、だから ああいう方もう行くんだって、やるんだっていうイメージなんで。そうだね、なんかあるな、ポーリー。なんかポーリーあるかもしれないね。なんかちょっとご来場の方に知り合いないですかね、ライダーの。ライダー、あ、俺いるよ。本当にいます。鈴村さんの知り合いだよ。監督と知り合い。はいはいはい、わかりました。じゃあ押しときます。そんな感じです。はい、じゃあコーリー、これからもちょいちょいいろんなところでミカド勢を押してあげてください。そうだね、そうだね。本当に隙があれば、隙があれば、隙があればどんどん入れていく。ぶっ込んでいただけ だいぶほぐれてきて、そうですね、いろんな現場で出せるようになってきたんで、ね、この前のパワープロのとこもなんか入れたかなと思う。まあ今はそれこそあんまり関係ないように見えるけど、いずれね、その子供たちが、あの人僕らの実況やってくれた人だみたいな感じで ね、ゲームセンター来てくれたりとかね、そういう動線作れるようにちょっと長期的な目で頑張りましょうよ。はい、じゃあというわけでコーリー、はい、宣伝ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで第9位コーリーがミカドン宣伝王でした、はい、では続いて第8位、地獄のインベーダー展。あ、これ、これ面白いですね。これ、これ何なの？これ何ですか？これね、インベーダーっていう台東さんから出てる、まあ、いわゆるシューティングゲーム的な古い78年発売のインベーダーという、まあ、爆発ヒットした、まあ、ゲームがあるんですが、アーケードゲームがあって、はい、でこれが40周年ということで、はい、六本木ヒルズで40周年を記念したインベーダー展っていうのを行われるわけだと、はいはい、ああ、なるほど、六本木ヒルズで、六本木ヒルズの展望台で、はいはいはい、の展示会場で行われるということで、はいはいはい、1月の11日12日から、1月の31日まで、まあ、もう終わっちゃったんですけど、まあ、それが行われているということで、で、まあ、展示物があるっていうことで、まあ、僕もやっぱり基盤とかそういうジャンル、まあ、あと経済学的に見た時にそのインベーダーっていうのはすごいアーケードゲームの、なんかそのいわゆるゲームセンターの走りというか、うん、そのゲームセンターがちゃんとこう設けられるというか、認められたブームだったわけだよね、商売としてね。そうね、なので、まあ、そういうものも含めて、まあ、一応行っとこうかなと思って、うん、はい、まあ、キヴァンゲリオン石黒くんとね、一緒にじゃあ時間作って昼間行こうよっていう話になったんですよ。行かないのもなんだから、はい、でしかもほらいろんな展示がある、当時の基盤とか資料とか、まあ、そんなものがもう告知されてたんで、まあ、それで行こうかなっていう話になって、で、まあ、まず山手線1時に高田のばあばの帝の事務所に待ち合わせして、はい、で、まあ、いろいろぐだぐだ喋ってたんで、じゃあ1時半ぐらいになっちゃったんですけど、でじゃあ行こうっつって、で山手線乗ったんですよ、そしたら山手線が急に動かなくなった。全途多難じゃないですか。止まるんですよ。止まる、なんか、なんか前大久保駅で、はい、緊急停止ボタンが押されたんで、あ、ちょっと待っててください、はい、で終わりました。じゃあ、はい、10分ぐらい経って、じゃあ出発しますって言った時に、はい、なんか今度ドアが閉まりませんとか言って、ちょっと何、はい、車内アナウンスしてる方すごい萌えボイスの女の子だったんですよ。なんかすごい焦った感じで、うん、ドアが閉まりません、ちょっと ちょっと待ってくださいみたいな、ちょっとすごいテンパって、でいろいろ修理部隊が来て直すんですけど、とにかく直らない、直らない、直らない。で1時もう2時ぐらい、2時ちょっとぐらい前になっちゃったんですよ、はい、この電車改装にしますって言われて、ここまで引っ張って、ね、一応六本木に行く一番の近道は代々木まで行って大江戸線に乗って、大江戸線、はいはい、そうですね、つまり6駅、全て6駅で、時間で測ると30分かかんないんですよ、はいはい、あ、じゃあ改装になっちゃって、でしばらく山手線止まってから、はい、じゃあとりあえず東西線乗って、はい、大江戸線とアクセスする駅まで行くか調べたら飯田橋、あで東西線乗って飯田橋まで行くわけじゃないですか、はい、で飯田橋まで行って、はい、で大江戸線に乗り越えたところ、はい、六本木までの駅数が18駅増えた、え、近づいたってたんだろうか、近づいたんですよね、東西神楽坂とかを寄って飯田橋行ってんのに、また大江戸線で神楽坂に戻って新宿行ってみたいな話になるわけ、えらい道中だね。そうなんですよ、なので僕ら六本木に行くのに2時間半かかりました。だいぶかかりました、かかりました。本来であれば30分で行ける、はいはいはい、でここにやっと着いて、まあ、写真を撮ったんですけど、はいはい、ここからもう
不穏な雰囲気、なんだ家族連れみたいな、あなんか、ね、俺たち おっさん2人だけどなんかちょっと周りが家族連れしかいなくてちょっと不穏な感じだった。じゃあ次開いてもらっていいですか。はい、はい、でこれそこの入り口なんですけど、はい、でこれ僕しかいないじゃないですか。いない、ね、隣で FF ファイナルファンタジーの展示やってるんですよ。あそれがなるほど100人ぐらい行列で俺一人なんですよ。あれあーなるほど負けちゃってる。で一応僕らがここに来た最大の目的っていうのが、はい、プロジェクションマッピング版のインベーダーっていうのが、まあ、そこでヒルズの展望台で遊べるっていうのを聞いて、まあ、2時間半かけて、まあ、来たわけですよね、はい、でこれですね、はい、そしたら受付の人にまずそもそもあのチケット買う前にもうカップルと女の子しかいないんですよ展望台だから、まあ、彼女ね、まあまあ、そうか、彼女らはインベーダーとかじゃなくて、ああそれし展望台に行くの、六本木ヒルズの展望台に行きたいんだよね。そうそうそう、僕らはおっさん二人ですみませんチケット2枚って言った瞬間、はっていう顔されて、プロジェクションマッピングのインベーダーは5時からなんですけどとか言われて、で5時からあれ僕らまだ4時前じゃないですか、うんうん、あできないんだと思って、まあ、それでもいいですって言ってこれ撮ったんですけど、はい、まあ5時からですっていう写真なんですけど、この時はまだその時点で、ね、そうこれで遊ぶとこっちにあるあのガラスにインベーダーが映るんですよ。はははは、すごい大きくね、大きくでなんかすごい俺とキバンゲリオンがシュンとして、はい、まあしょうがないかって言って、うん、で会場を歩くとおっさん2人は俺たちだけで、あとはもうカップルとあれしかいなくて、うん、で展示物じゃあ見ようよっつって、はい、で展示物見に行ったら、うん、なんかほんとちょっとなんか基板が1枚ポンみたいな、40周年ですよね純正基板ですみたいな、ええはいはい、いやこれカラーの基板に白黒のロム乗せただけなんじゃないかなとか、うっと警察行為は良くないなと思ってなんかもっと全てのバージョンのインベーダーがあって、はいはいはい、うわ俺たちも持ってな い, たいな持ってないようなものが全部あんのかなと思って、コピーのオリジナルみたいな、コピーのオリジナルみたいな、そしたらなんか1枚ポツンみたいな感じで、あれみたいな、これが世界で初のインベーダーの攻略本ですみたいなの置いてあるんだけど、はい、いや俺んち第1版から第8版そして海外版もあるんだけどって基盤ゲリオンって基盤ゲリオン、基盤ゲリオンのとこ行きゃいいじゃん、その人たち行った方がいいですね、なんて基盤ゲリオンに提供してもらえばよかった、すごいうちにそう、ね、シュンとしちゃって、あれでね、なんかいろんなアトラクションがあるんですよ、女の子とカップルが喜んでる、いろんなバージョンのインベーダーがあってカップルが喜ぶインベーダーで、ノボリンベーダーってのがあったのね、なんかボルダリングとインベーダー混ぜたような、はいはいはい、いいじゃないですか、これ基盤ゲリオンあれずボルダリングやってるから、はい、あこれいいんじゃないかなと思って行ったんですよ、そしたら故障中ですできない、な何もかも、いやー辛いなーって思ってたら、で今度8人同時でできるなんかインベーダーみたいなのがあったんですよ、おいいじゃない、でもう女の子とかに混じって、はい、俺と基盤ゲリオンがそれを やったわけで、はい、次の写真いいですか、はい、でこれグラフ伸びてるじゃないですか、俺とキバンゲリオンですねこれあの赤と紫が圧倒的やないですか、でなんかこれでも5分やって、はい、なんかその得点競うみたいな、何しでもいいんですけど、はい、でなんか俺らの時グーってこうランキングーって伸びていくんですよ、で周りのなんか気持ち悪い人だみたいな、おっさん2人でおっさん多分すごい好きなんだよとか言うすごいなしれーっとした空気が、うんうん、現役のやつかみたいな刺さるんですよ俺とキバゲリなるほど、でなんかうん辛かったねって言ってで最後ね2時間半かけてますからねこれぐらい行くまで、で最後辛いからじゃあアンケートに辛かったって書こうっつってアンケートが端末なんですよ、はい、したら、うん、こいつまで積んでる、あなるほど、大丈夫なんですか、これ、おー辛くないっす、それも調整中、なんかインベーダー40周年祝いたいのに、うんうん、もう壊れてるし、ゲーム5時からだし冷ややかな目で見られるしただいまメンテナンス中だし、俺たちインベーダーにすごいなんか拒否られた感すごくてなるほど、辛かっただよね、すごい、なんかもっとわーって盛り上がってて、ね、なんかそうそうそう炎のコマとかやってるようなで、いろんな、ねね、いろんな展示があって、うわすげえこんなレアなのかな、みたいな、いやなんかこれ俺ん家にあるんだけどみたいなで最後に、まあ、せっかく六本木来たからっつって、はい、ウェンディーズでハンバーガー食って、まあ、ババにウェンディーズないんで、あそうだからインベーダー店の感想はウェンディーズうまかったありがとうございました、というわけで地獄のインベーダー店でした、ありがとうございました。
45周年は絶対行かねえからな、もうね、あの。キバンゲリオンのうちに行った方が早かった。1800円取られて気まぐれの家でタラだよ。そうだ、そうだった。わかりました。じゃあ次行きます。じゃあ次行きましょう。はい、第7位。なんだろう。はい。なるくん、おめでとう。バーストリートファイターカーニバル取ったぞー。よいしょ。これ2ヶ月間にわたるスーパーストリートファイターカーニバルっていうのやつなんですけど、これアキラ最後決勝の流れどんな感じだったんですか。決勝何や16ですよね。でまあくじ引いていろいろとやっていくんですけど、まあ、いつも通りですよね。いつも通り、1回戦目は上位のそうです、上位8人の人が指定したゲームで1回戦戦うことになるんですよ、うん、そうですね、はい、で2回戦目以降が下位8人が、指定したゲームをくじ引いて遊んでいくっていう、あ、まあ、完全なランダムな、うん、感じのトーナメントになってるんですけど、これどうしてナル君は上に行けたか。これね、やっぱすごかったのがですね、なるくん本人とあとあれ鳴沢くんだったと思うんですけど、はい、エアガイツを入れてたんですよ。なるくんってエアガイツガチ勢が混ざった大会でも優勝したことあるぐらい結構強いんですけど、す、でそれがまあ多く入ってる中で、うん、まあ、まんまとなるくんがそれを引きまくるんですよね種目として。あ、なるほど。エアガイツ引いたのってエアガイツ仮面となるくんだけじゃねえかな、多分お3枚くらい入ってたんですけど。持ってんだな。持ってる。で最後決勝戦まで行ったら、はい、全部混ぜてまた引き直してやるんですけど、あ、なるほど、そこでもこいつ引くんですよ。いやがいつ引きまくりで、で犬でみんなこう噛み殺し殺していくバーンバーン全殺し打って噛み殺して打って打って、いや、はい、完全にあれナルくんの日ですわ。結局そのなんでそれが嬉しいかというと、やっぱり最初の頃って、はい、結構ガロボーとか、はい、エアガイツ仮面とかがやっぱり飛び抜けてゲームがうまいんで、結構同じ人が優勝したらまたガロボーかよみたいな空気がちょっとずつ流れちゃうんですよ、はい、でも、うん、ここ最近そのルールを採用したことによって、まあ、いろんなスターが生まれるわけだよね。くじ運も当然あって、でナル君ってまあ比較的帝勢からすると若い、まあそうですね、はい、世代の人間じゃないですか。それはやっぱり2ヶ月やった大会で取るっていうのは非常に価値があるなと僕は思ってて、で今回3ヶ月間事件簿すっ飛ばしてるわけじゃないですか、はい、誰もなるくんを褒めない褒めない。そろそろ結構時間経ちましたね。申し訳ないなと、申し訳ない申し訳ないなと、ほったらかしなる、ごめん、味方のよく味方のよくないとこだ、ほったらかし、ほったらかし大笑いに冷やされてるわけですよ。そうそうそう、もう大笑いってそのほったらかしを癒してるわけですよね。だから本当になるくんが勝ったのが嬉しいなと思って、でエアガイツ勢とさ、はいはい、やってあいつ優勝した時からちょっとあったよね、うん、いやーね、あれすごかったですよ、うん、エアガイツの大会で犬使って優勝したんですよ、はいはいはい、なるくんが勝って、ね、超人五輪でね、はい、そういう流れからの今回のカーニバルのトップなんで、うん、まあ、今カーニバル X やってますけれども、まあ、なるくんに勝てば3ポイントもらえるんですけど、はい、まあ、なるくんの引きにいかに勝つかっていうところで、うん、ちょっと今回の大会も注目していただければなと思いますので、ね、うん、そうですね、まあひとまず、なるくんスーパーストリートファイターカーニバル取ってくれてありがとうございました、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ続いて第6位、これか重いな、これの後に、はい、エボのトークライブの話、エボの2日目にゲーメスト編集長だ、元ゲーメスト編集長の石井善治さん、はい、でスコア等のページを担当していた、まあ、慶城さん、アルカディア、はい、ゲーメストアルカディアと担当していた慶城さんと、うん、まあ、自身もスコアラなんですけどね、慶城さん。で、アルカディアになってから、スコアページを担当した松浦さんと、あとメディア文化論という本を出したね、最近 e スポーツにお熱を上げている加藤さんという、どこの大学でしたっけ、お熱なの、なんだっけ、まあ、大学のいろんなところでやってる、偉い大学、うん、何か所かで、先生をやってる方と、はいはい、まあ、お呼ばれしてトークライブやったんですけど、はいはい、で僕まあそのなんだろうな、そのタイトルがゲームセンター文化の行方っていうタイトルだったんですよ。情報トークのね、なので、うん、呼ばれたんで、うん、で僕が語れることっていうのはやっぱりそのゲームセンターの、やっぱりその e スポーツと呼ばれるもの、賞金制の大会というのは違うものではないかなと僕は考えてます、うん、でやっぱりそのゲームセンターっていう場所は箱なんですね、箱、場所、時代とともに、うん、その中箱であって中に置かれるものっていうのは
変わっていく場所だと僕は思ってるんですよ。でそれはもう戦前からつながる娯楽場っていう文化なんですよね、はい、ね、なのでそれがその時流行ってる、例えばジュークボックスだったり、まあ、そのフリッパーだったりで、それがまあインベーダーからさっきのインベーダーにつながるんですけど、まあ、そこからテレビゲームだったりっていうような感覚でやっぱり捉えてて、なので、結構その前さんとか松浦さんとかはスコア文化が e スポーツにつながったみたいなことを言ってたんだけど、だからまあ、それも一つ一理あるかなと思うし、で当時その松浦さんとか石井善治さんっていうのはそのアーケードゲーム用のメディア、ゲーメスとアルカディアというものを通じて、慶城さんもね、そのやっぱりゲームセンター界隈の経済を活性化させる記事を書いてたんだよね、うん、はい、そうだね、そういうことだよね、そういうことで、やっぱりこういうお客さんをね、はい、こう褒め称賛して、うん、お客さんがよしやるぞってモチベーションがまた高まって、うん、まあ、いろんな全国大会だったりスコア集計なんていうのが盛り上がっていったっていう流れの話だったと思うんだよ、うん、で今ってそのメディアがないじゃない、うん、あのゲーメストもないし、うん、アルカディアもないじゃん、はい、だからもう僕ミカド自身がメディアじゃないけれども、うん、SNS や配信を使って、うん、まあ、いろんなものを発信していきた、うん、いければいいなと。それは例えばメーカーさんが出したシューティングの例えば赤とブルーとか、はい、そういうものの、まあ、反則であったりしてもいいなっていうところだったんですよね、うん、ただやっぱりそのゲームセンターっていう場所はやっぱり結局は結果的に箱なんで、はい、でなおかつ公安が許可していただいて運営させてもらっている場所なんですよ、はい、本来、ゲームの結果に応じて賞金を出すことができない、で、e スポーツとかエボとかっていうのはさ、はい、賞金をもらうためにやっている、でプロ化することによって、その人の社会的地位が上がったり、または芸能活動とかね、いろんな、はい、まあ、梅原くんなんか本書いてさ、そうですね、あの梅猫座メロンより売れてる本いっぱい書いてるわけじゃない、ぶっちゃけ今それいりますそこでなだから、まあ、そうやって活動の幅が広がっていくっていうか、まあ、それに対してゲームセンターっていう場所は先ほどコーリーが言ったように老若男女がね、うん、あのフラットに遊ぶ場所、うん、あの昨日の24時あじゃあ72時間を見れば分かるようにそれぞれ人それぞれストーリーがあって、うん、まあ、お金を払うことによって、その快楽を得るというか、はい、楽しさを得るというか潤いを得るというかそういう箱なんだよね、うん、だからやっぱり僕は e スポーツとかが進むべき道とオリンピック化がとかじゃなくて、うん、僕はやっぱりそのフラットな場所を永遠に残したいというか、はい、あのそういうつもりで、うん、登壇させていただいて、はい、で言ってしまえばそのゲームセンターがじゃあ例えばコンテンツが一緒だからね格闘ゲームって、はい、ギルティギアとかねコンテンツが一緒なんで例えば帝を踏み台にしてその e スポーツのプロの世界に行ったなんていう、いいサクセスストーリーがあるんだとしたら、はい、それはそれで許容して、まあ、でもただやっぱゲーセンの親父としての気持ちとして、はい、そのなんかゲーセン踏み台にしやがってみたいな気持ちも若干あるんで、じゃあお互い頑張りましょうっていう結論で話させていただいたんですよね。でなんかそのあのー僕としてはそのゲームセンターの未来というかそれがゲームセンター文化の行方としての結論だったんだけど質疑応答とかやっちゃったもんでなんかその外人がやっちゃった、はい、外人が思い出話ばっかりでなんかどうすりゃいいんだみたいななんか釘読まない質問するわけですよ。あ質問じゃないような。いやだから俺結論出したんだけどなと思ったんだけど、うん、聞いてなかったか聞いてないみたいな感じで、うん、僕あのゲームが好きなんだけど、うん、これのストリートファイター5はどうしてアーケード出ないんですかみたいな、うん、答えらんねえよ。答えらんないんですよね。そうなんだ。だからそういう意味でその僕はだから石井善治さんとか慶城さんとか、うん、松浦さんがやってることを形を変えて同じことをやってるつもりなんですよ、うん、だから頑張るしかないよねって話でしかなくて、うん、それをが結論つけられたら苦労しねえしそんなトークやんねえよって話じゃないですか、うん、なので、はいはい、僕なりの結論がトークライブだったと思うし、うん、であのレポートとか上がってるんですけど僕嫌だなと思ったのがあれお互い頑張りましょうって言ったのが載ってないんですよあのレポート。あー、載ってない。なるほど。だから変な風に解釈してるバカがいて、ね、なんか書いてましたね野球だ草野球だ草野球だじゃなくてもう野球か草野球でも草野球のヒエラルキー下じゃないですか、ね、そうじゃないってそうではないんですよ。別物であると、ね、いうことを伝えたかったんですよね。だから
そこは勘違いしないでほしいなと、うん、僕は別物としてお互い頑張りましょう、e スポーツがダメになった時に帰ってくる場所としてちゃんと僕ゲームセンターが残ってるように僕も頑張るんで、そういった意味で頑張りましょうっていう結論だったんですけどね、なのでこれを改めて、これ今回の僕の話っていうのは YouTube の赤部に残るんで、あの今一度それを見ていただければなと思いますので、なのでゲームセンター文化の行方は頑張れば残るんで、なので僕はあのノウハウを包み隠さずあの時も話しました。僕がこういう風にやってあのお客さん増やしてますとか、テレビに取材受けてますとか、もうそういうの全部話したんで、なのでこれからも包み隠さず話すんで、ゲームセンターのオペレーターの皆さんどうか一緒に頑張ってください。よろしくお願いします。ということで第6位でした。ありがとうございます。ちょこっとだけ補足なんですけど、あの e スポーツ系今ここ3、4日バッてお話いろいろ出てますけど、結構いろんなプロライセンス化の話だったり、そのオリンピックへのとか、それがごちゃってきてるんですね。だから細かくやれば3つか4つか5つぐらいにお話が分割できる話なんですよ。それをなんか今こうふわって e スポーツって言葉だけでこうくくっちゃってるからあのややこしくなってますけど、本当一個一個あの皆さんあのそのなんつうんでしょう、品定めじゃないけどこうあの噛み砕いてこれはやっていくのがあのいいことなのかなみたいな。だから先走ってあんまこう勘違いしてあれしないようにみたいな、あれはいいけどもこれはみたいな、そうその辺はちょっと注意してほしいなと。まあでもおる次第でございます。わかんないですけどね、何どれがどれだか、まあ、なかなか難しいとこだけどね。なかなかいろんな意味がありすぎて、でなんか2月の17日にまたここでなんかそのメディア文化論みたいな意識のすごい高いトークライブに僕出るんで、若干トゲのある若干、いやいやないですけど、なんですか、まあ、昼間からやるトークライブなんで皆さんちょっと大変だと思うんですけど、まあよかったらぜひ加藤さんとかですよね。そう、加藤さんとかとやるんですけど、未だに何話すか知らないトークライブなんですけど、まあ大まかに同じような内容なんですね。なので同じような内容多分話すことになると思います。そのこれはあれか、これはこの間やった告知なんですけど、まあその大塚くんとの配信後半見ました、あれあったじゃない、はいはい、まあそこでも言ったんだけど、結局そのまるっとしてるんで、僕だけでもきちっとした結論をつけたいなとは、自分の中で僕思ってることは伝えられればいいなと思ってますんで、ただあのメディアとか文化とかなんかそのすごい加藤さんはいい人なので、僕がやってることは新しいことだと捉えてくれてるのかもしれないんですけれど、だからさっきも言った通り僕は結局ゲームエストとかベーマガチルドレンなので、やあの伝え方が違うだけでやってることって別に昔変わんないんですよ。それはちょっと伝えたいなと思います。ゲームの大会なんて昔からあるし、別にそのチラシ巻くのだって昔からあるし、僕がツイートしてること、宣伝のツイートってあれチラシ巻いてるのと一緒だからね、駅前で。それ手段が変わってるだけで目的は一緒なのでね、その辺は伝えたいかなと思います。というわけで第6位、あの来てくれた人ありがとうございます。60人ぐらい来てくれたのかな、エモのトークライブでした。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、あと1個やったら休憩にしますか。わかりました。もうあれ、簡単なやつなんで。あ、そうですね。じゃあ、第5位。はい。はい。こちら、はい、アイスギアアイゲス配信開始。これちょっと宣伝っぽくなっちゃって申し訳ないんですけど、コロプラさんとピラミッドさんっていうか、あのメーカーさんが作ったスマホの、まあ、基本無料のシューティングゲーム、アイスギアアイゲスというのがこれですね。あ、これですね。まあ、発表されて、で、これ僕実はあの音楽で携わらせてもらって、戦闘シーンの曲とかでギターを弾かせていただいて、素晴らしい。で、その仕事っていうのは実はですね、去年の3月ぐらいにもらった仕事で、だいぶ前じゃないですか。このゲームが出たのって本当1月の、ね、20日ぐらい、そうですね、年明けてまだ年明けてまだ10日かそこらしか経ってないような状況で、いつ出んのかな、いつ出んのかなってずっと疑問に思ってたんですけど、もしかしたらもうこのまま出ないんじゃないかなってぐらい思ってたんですけど、まあ無事に発売、配信開始されて遊べるようになったと、で、コシオさんっていう元ズンタタ、元台東 の、あのダラスバーストとかインベーダーインフィニティジーンとか、なんかあの辺の楽曲をやってるすごいかっこいい曲書くコンポーザーの方がいらっしゃって、まあ、その方今独立しちゃってるんですけど、まあ、その方からオファーを受けて、まあ、レコーディングさせていただいたっていうような形になってて、でその分縁があるのでいろいろこう宣伝配信とか告知の部分で、まあ、協力させていただいてる形になってるんですけど、でこれ面白い話があって、はいはい、まあ、大きい会社じゃないですか、コロプラさんと、はいはい、大きいですよ、ピラミッドさん、はい、大きい会社じゃないですか、で僕赤とブルー去年、ポスターを
置いてくださいっつって自分でポスター吸って、はい、いろんなゲームセンターをに配って回ってたんですよ、うんうん、であのこれ置いてくお客さん欲しいって方にあの渡ししてあげてください、はい、それこそ北海道から沖縄から福岡から、ね、はい、まあいろんなとこ回ったんですよ、神奈川からもういろんなとこ回って関西も行ったしね、でそんなことをやっていた俺がですね、はい、コロプロさんの企画、アリスギアアギスの企画で、うん、ポスタープレゼント実施中っていうのがあって、だからもう東京あのその新宿や池袋や、秋葉原のアニメイトに行くとアリスギアアイギスのポスターがもらえますって言って、うん、ツイッターで見ましたそれ、はい、そう、はいはいはい、僕が配る側だったのに今度はもらう側に回るっていう、ね、でキバンゲリオンくんと、はい、まあ、ちゃんたけくんもこのゲームすごいガチでやってくれてて、ね、で手分けしようっつってポスターいっぱいもらおうって言ってでちゃんたけが、はい、その秋葉原でどこどこでもらって、うん、でそれ上着を脱いで、はい、そのポスターを隠すんですよ、一人一枚って書いてある、なるほど、でまた違うとこ行って寒い状態でまたもう一枚って、はいはい、もらって、で今度ワイシャツ脱いで別人ですと、はい、どん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 薄着になっ て, って薄着になっ て, っていく、はい、でそれをキバーゲリオンとちゃんだけでや、はい、こうやり借り尽くしてるんですよ、はい、いやさこんなにもらってきました店に飾りましょうみたいな、はい、おでその冷静に考えるとでもこれ多分もらってんの俺たちしかいないんじゃないかな、言ってました、だいぶ余ってたって言ってました、ええで割と普通にもらえたみたいな、またあいつ来たよみたいな感じになってるらしくって、もうやめろって好きなんですね、2周目行こうとしてました、ね、2周目行こうとしてた、ね、その状態で絶対バレてるって、そのポスターのデザインがまたでもらってきて、はい、およくやったじゃあ店に飾ろうっつって、はい、これなんですよ、何のゲームだか分かんなくない、分かんないですね、まあ、分からないですねこれね、これ分かんないですね、何のゲームだか分かんない、どれ、まあ、これ赤とブルーのポスター対照的だったんですけど、す、ね、なんかゲーム界ないですからね、なんかエロゲーかなみたいな感じ、新しいアニメかなみたいな、まあ間違ってはないところ、あのあれすらついてない、 QR すらついてないんですけど、ちょっとそこら辺があれだったんですけど、でもやっぱ大きい会社ってこういうの自由なんだね、強気にいけるのに、なんかデザインとか、そうかもな、デザインはな、ゲーム画面のしとかないといいのかな、すごいな、ロンドン日和みたいになってる、まあ、そんな感じでね、はい、でまあそんな喋り方ですよね、あきら、まあみんなに伝えたいのが、はい、まあただなんでゲーム配信してもらいたいっていうのもあるんだけど、それよりも何よりもとにかくもうポスターをもらいに行ってほしい、余ってる、余ってる、まだあるんですか、まだいけるんですか、多分いける、え、池袋と秋葉原、秋葉原新宿とか分かんない、なかったらごめんだけど、ちゃんと家とかはまた行ってるかもしれないですね、そうですね、なのでちょっとぜひポスターをもらいに行って、え、でも実際もらった人いるんじゃないですか、いなくない、いないでしょ、いないよ、いない、あのポスターだからちゃんたけと多分キバンゲリオンが全部持ってるよ、30枚ずつくらい持ってるんじゃないですか、多分分かんないですけどね、そかこれ、まあ、あの配信見てる人分かんないと思いますけど、ストッキングがちょっと破れてるんですね、その情報いります、分かんない、え、これ破れてんの、あれストッキング違いますね、これ花びらじゃないですか、花びらそう、だからそうやって騙される人がいるんじゃないかなっていう、ほらこの辺待ってるじゃないですか、欲望が出ました、上の方待ってる、騙される、俺なんかすげえ前衛的だなと思ったら性癖ぶち込んできましたね、性癖ぶち込ストッキングやばい、破れた、ま、一人だけごめんごめん、だから真ん中の子もだから下履いてないとか思ってるんでしょ、ね、今バレましたね、桜です、桜です桜が待ってます、まあそんなんでね、だからそう言ってんじゃん、まあ協力させていただいた関係で、あのよかったらぜひ遊んでみてください、僕の楽器も弾ける、あの戦闘シーンなんで繰り返し聞くことができるんで、よかったら聞いていただければ、非常にいいゲームなんで、あんまりこのゲームあのコンプライアンスがきつくて言えることが少ないんで、まあこういうバカ話しかできないんですけれども、よかったらぜひ遊んでいただければなと、じゃあアリスギアがアイギス、どうかよろしくお願いいたします、ありがとうございました、ちょっとあのストッキングの話は内緒にしておいてください、内緒どこにじゃあカットどこに内緒に、ここで編集を、はい、じゃあ10分ほど休憩して残り5項目やりたいと思いますので、じゃあ一旦休憩、おトイレ、飲食楽しんでください、よろしくお願いします、お願いします。